えー、FF14 で公式曰く世界情勢を鑑みゲーム内箱庭コンテンツの一部各土地の撤去システムが9ヶ月以上停止しています新旧山も増え現状必要な土地がうん百倍か空いてないので、ね、お金を払ってにいいとユーザー間で燃えてる状況です理由は戦争だ半導体だコロナだとユーザー間で憶測を飛び交ってますがスクエリという一大会社の都市として不誠実ではないかご意見をくださいえっとまあその 具体として何が原因なのかというのを言ってないのであれば、まあ、憶測で考えるしかないと思うんですけど、基本的にはそのサーバーリソースを使うものであれば、僕もあの、今は買うべきではないので、後回しにするっていうのは当然だと思うんですよね。あの、えっ、ー、と、去年の冬にあの、児童養護施設にパソコンを配るっていうプロジェクトやったんですけど、で、その後にまた2022年やろうと思ってて、 で、あの、えっ、ー、と、不創者で出した本の売り上げを、その児童養護施設の PC の寄付に当てますって書いてたんですけど、あの、コロナとかもあって、その、あの、まあ、パソコン高い高かったんですよ。 なので、今無理して買うと、結局寄付できるパソコンの台数減っちゃうよねっていうのがあって、なので、あの、その先週まで割とその寄付のプロジェクトの見積もりっていうのを止めてたんですよね。で、先週ようやくそのいろんなところに見積もり出して、あの、これからスタートしますって今応募を受付中なんですけど、っていうのもあって、その、やっぱり投資っていうのを考えると、半導体だったり、その PC だったりっていうのがちょっとまだ高い時代が、 あの続いてたのでなのでまあ待つっていうのは経営者としては当然なんじゃないかなと思いますけど高い時期に無理して買っても損するだけだよねっていう。